こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう、動画ナンバー43、ハート模様をご紹介します。ABCD の順番で紹介します。ブンゼンバーナープロパンガス用を使いますが、今回は CB 缶につなぎます。ちなみに CB 缶での燃費は1時間あたり 36g から 67g でした。プロパンガス用のバーナーを CB 缶で使う方法は動画ナンバー9で紹介しています。改めまして A からスタートします。画像の作品を作ります。使用するガラスはきなりガラスの C シリーズの3本です。ブンゼンバーナープロパンガス用を CB 缶で使います。事前に細くしておいた青緑を使います。ステンレス棒に青緑を巻き取ります。細いガラス棒は溶けやすくて作業がスムーズに進みます。C2W 白を4箇所に点打ちします。今回は4箇所に点打ちしますが、2箇所でも3箇所でもお好みで構いません。ポチッとつけたら炎で切ります。4箇所に点打ちしました。コテで押さえます。このコテは100均のキッチン用品です。青緑透明を白の上に点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。ポチッとつけたら炎で切ります。4箇所に点打ちしました。コテで押さえます。シャープペンシルに裁縫用の針が入れてあります。1箇所を狙って温めています。温めた部分を上に向けたら針で引っ掛けます。ガラスがまだ硬くて引っかかりません。温め直します。温め直したら上に向けて針で引っ掛けます。引っ掛けるのが理想ですが、刺してしまいました。刺すのではなく、引っ掛けるのが理想です。ハートの上部分ができました。次はハートの下部分を作ります。1箇所を狙って温めています。温めた部分を上に向けたら、針で引っ掛けます。引っ掛けると言いたいところですが、ほとんど刺しています。シャーペンをもっと寝かして引っ掛けるのが理想です。ハートの下側ができました。次はデザインカッターを使います。大きさや刃の角度が違うものが販売されています。1箇所を狙って温めています。温めた部分を上に向けてデザインカッターで引っ掛けます。もう一度温めます。上に向けて引っ掛けます。なるべく表面をデコボコさせないのが理想です。刺すのではなく、引っ掛けるのが理想です。今回は刺している感じになってしまいましたが、刺すのではなく、あくまでも引っ掛けると覚えておいてください。1箇所を狙って温めたら上に向けて引っ掛けます。同じ作業の繰り返しです。温めたら針で引っ掛けます。シャーペンとデザインカッターを使っていますが、どちらを使っても構いません。使いやすい方で作業してください。
炎に任せて溶かします。表面の凸凹は自然に消えていきます。全体が温まっている状態です。炎から出しました。21秒後にパーライトに入れます。この21秒を覚えておいてください。完成品です。幅は約9ミリです。直径は約12ミリです。次は B です。画像の作品を作りますが、割れてしまいます。使用するガラスは先ほどの A と同じです。きなりガラスの C シリーズです。しかし、モーさんは A シリーズのガラスを使っていると勘違いします。その勘違いで玉が割れることになります。ブンゼンバーナープロパンガス用を CB 缶で使います。作業工程は先ほどの A と大体同じです。青緑透明を点打ちしているところです。ポチッとつけたら炎で切ります。そのまま溶かします。一旦固い状態にします。ここからの工程は A と少し違います。全体を温めたら、千枚同士をガラスに引っ掛けます。引っ掛けたらそのまま一周します。途中で止まってしまいましたが、再開してなんとか一周できました。そのまま溶かします。全体がよく温まっている状態です。炎から出しました。先ほども言いましたが、C シリーズのガラスで作ったこの玉を、モーさんは A シリーズで作ったと勘違いしています。そのため、パーライトに入れるまで35秒待ってしまいます。本来は20秒ぐらいでパーライトに入れるのが理想です。20秒と35秒の違いで玉が割れることになります。炎から出して35秒後にパーライトに入れました。割れていますが完成品です。幅約9ミリです。直径約13ミリです。このように真っ二つに割れてしまいました。A の時は炎から出して21秒後にパーライトに入れました。今回は35秒後に入れました。この秒数の差が玉が割れた原因です。上が A、下が B です。同じ材料、大きさもほぼ同じ。作業工程もほぼ同じ。バーナーも同じ。しかし、パーライトに入れるまでの秒数が違いすぎて割れました。次は C です。割れてしまったので再挑戦します。ブンゼンバーナープロパンガス用を CB 缶で使います。使用するガラスと作業工程は先ほどの B と全く同じです。一旦固い状態にします。全体を温めたら100均の千枚同士でガラスを引っ掛けながら回転させます。先ほどの B の時よりはスムーズに回転できました。そのまま溶かします。先ほど B の時は間違えて35秒後にパーライトに入れました。今回は20秒ぐらい待ってからパーライトに入れます。全体がよく温まっている状態で炎から出します。炎から出しました。しかし、ここでまたもやモーさんは失敗します。焦ってしまい、15秒ほどでパーライトに入れてしまいます。
15秒で入れました。これは早すぎです。完成品です。割れてはいませんが、ガラスが柔らかい状態でパーライトに入れたので、粒の跡がつきました。ところどころに小さなへこみがあります。このような小さなへこみがいくつもできてしまいました。パーライトに入れるタイミングは、早すぎても遅すぎてもよくありません。適切な時間があります。上が B です。下が C です。同じ材料、同じ大きさ、作業工程も同じ、バーナーも同じ。しかし、パーライトに入れるまでの秒数が、B は長すぎて割れました。C は短すぎて、表面がつぶつぶになりました。次は D です。もう一度作り直します。分煎バーナープロパンガス用を CB 缶で使います。使用するガラスと作業工程は先ほどの C と全く同じです。100均の千枚同士を引っ掛けるところからです。炎に当てながら一周します。そのまま溶かします。よく温まった状態で炎から出します。炎から出しました。今度は焦らずに20秒後にパーライトに入れました。完成品です。問題ありません。成功です。幅は約 9.7 ミリです。直径は約12ミリです。BCD をまとめました。今回はパーライトに入れるまでの秒数は20秒が成功となっています。しかし、炎から出した時のガラスの状態により秒数は変化します。この表の秒数はあくまでも目安として考えてください。パーライトに入れるタイミングについては、動画ナンバー 12-D でも説明しています。これで動画ナンバー 43、ハート模様を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。